こんばんは、笹マックです。私は今秋田県大館市に来ています。来年1月11日まで毎日16時30分から25時まで大館シャイニングストリートというイルミネーションイベントが行われています。12月31日は翌朝まで点灯しているそうです。暗く厳しい冬の大館に光の道を作り、明るく楽しい誇りを持てる街にしたいという思いで始められたこのプロジェクトも今年で14回目を迎えるそうです。約800メートルの街路樹67本に20万個の電球が飾られ、幻想的な空間を味わえます。これカメラではわからないかもしれないんですが、ここの一帯がほわーっと明るい感じで輝いてます。 LED の電飾もいいですけど、この電球っていうんですか、あったかい感じの色もいいですよね。ここの通りを通行する車はゆっくり走ってる感じがしました。きっと前の車も車内では笑顔があふれてるんでしょうね。以上、笹マックでした。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。